どうもこんにちは、ミーアヤです。皆様本日は5月14日、孔子の日ですね。というわけで去年に続いて記念イラストを描かせていただきました。去年の動画は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらもぜひ見てください。それでは行きましょう。まず今年の絵を見せする前に去年の絵をご覧ください。こちらです。もうあれから1年経つんですね。早いなぁ。そして去年の絵は今と比べてかなり下手なので、皆様に見せるのはちょっとはずいです。ではこの絵からどのように変化したのか見ていきましょう。最初に今回の構図はこんな感じ。これを目安に描いていきます。まずはシャーペンで下書きです。最初は頭と上半身、スカートから靴まで一気に描いちゃいます。そしたらその左に灯籠のすべかの字演出を意識した言葉を書いていきます。そして小石の醍醐味とも言えるサードアイをブルブルします。さて皆さん、今年は電話越しに姉の悟りさんにもご登場いただいています。ロールバナで小石ガラス割で使っていた電話を書きました。下書き終わり、次はペン入れです。ミーア焼き投中。ここからペン入れです。まずはペン用意。左からペンセルサインペン 3D、コピックマルチライナー 0.05 と 0.1。ペン入れする順番は正直いつも適当で、自分が書きやすいところからやってるので参考にはしないでください。ここペンちょっとミスったけど、まあ大丈夫。あとサードアイのペンがガッタガタになったのごまかすために、ここだけ無駄に太いけど、そこは見逃して。ペン入れ終わり、最後に色塗ります。ミーアや回転中。さて最後は色塗りです。今年も去年と同様100色の色鉛筆で塗っていきます。基本は面積が広めの同じ色のところから塗っていきます。細かいところは後回し。サードアイとそこに繋がるブーツを塗ります。ブーツの色は紺色と黒を混ぜて濃いめの紺色にして塗ってます。目と髪の毛、壁を塗ります。壁の色は暗い色にせず、黄色ならオレンジのような濃い色にすると雰囲気も明るくなります。悟りさんの手を抜かずしっかり塗ります。髪の毛の色はピンクと薄紫を混ぜて塗っています。そして工夫したのが、左上と右下のポリグラフ風のエフェクト、なるべく自然な感じっていうか不規則になるように描きました。そしてこの絵の一番のこだわり、小石の図面だとスカートはグラデーションになっているので、できる限り再現してみました。影もしっかりつけます。ここまでかなりハイペースでいきましたが、完成です。それでは早速完成した絵をご覧ください。というわけで、小石の日2022記念イラスト完成です。今年のはかなりうまく描けたかなと思います。とは言ってもまた1年後にはうわ下手だなってなると思いますけどね。まだまだ成長できるところはありそうなので、今後も頑張りたいです。それでは去年の絵とまでぜひ比較してみましょう。こう見ると1年でかなり成長したように思えますね。変化から色塗りまでいろんなところが違ってます。今年のはちょっと絵が小さいかな。やっぱり推しの絵を描くのは楽しいですね。上達しているかわかりませんが、来年も記念イラスト描かせていただきますので、よければその時の動画も見てください。それではまたお会いしましょう。またねー。